オードリー・ヘプバーンが映画の撮影をともかくやってて、1年2回この新作の発表をねしなきゃいけない、打ちかけて結婚式やって、振り袖でお色直しに着せようと思った。私はブライダル専門に勉強をしてなかった、海外のですよ、怪獣をこうのウェディングを見て回りたかったわけなんですよ。10ヶ月かけて20カ国近くを回ったのでね、出発するちょっと前に私いろんなところに電話してたら、ちょうど女性自身の取材があって、その記者の人がそばに座ってて、カサス何電話してんですかって言うから、いやもうこれから行くんち後に出発するからこういうことで行くんだって言ったら、ああそしたらちょっと女性自身のためにインタビューをねしてきてくれませんかねって、有名な女優さんとかそれから王室の人とかね、別に成功しなくてもいいからやってみませんかって言われて、ああそうか、そういえば私は駆け出しのまだデザイナーでね、例えばグレース王妃に会いたい、でお話いろいろ伺いたいって言ってもね、会ってくれるかどうか分かんない日本人のね、その駆け出しのデザイナーが言ったってね、でも日本の雑誌社が言ってるで、その雑誌で写真やそのインタビューの結果載せて日本人の女性に広く知らせるんだっていうことになれば、それを OK すること必ずあると思うので、引き受けたんです、そのことをね。パリで今申し上げたようにグレース王妃が会ってくださって、当日一緒に写真撮るとかそういうことはできませんよって言われてて、そのつもりだったんだけど、念のためと思ってちょっとカメラ下げてたんですよ。そしたら帰る時に王妃が写真撮りましょうよ、あちょっとカメラ持ってるじゃないのって言われたので、王妃が撮らせてくれたわけなんですよね。ところが私が朝10時に来いって言われて、着物で来てくださいって、着物を一人で着てね、あれして、だからそのカメラにフィルムがうまく引っかかってなかった、だから帰ってきて日本で、現像した時に、いやカツス何にも映ってません、真っ黒ですよあれ、だから今でも生涯において失敗したことって聞かれた時に、一つは撮れなかったこと、それからもう一つはオードリー・ヘプバーンがパリで最後の映画の撮影をともかくやってて、それで明日はスイスの自分の家へ帰っちゃうと、家へ帰ったらもう一切取材なんかは受けてないし関係しないと、撮影所にね来るかだから、それはもちろんパリの中だし行きますって言ったわけなんだけど、その時の時間があんまり、ね、取れなくて2時間ぐらいしか喋れなかったから、あなたが聞きたいって言ってるそのスイスでの生活はどうなのかっていうことだけは手紙に書きますってよって言って、で日本に帰ってきてから長い手紙をくれたわけなんですよね。英語でもちろん書いてるわけだから日本語に訳してっていうようなことを女性自身がやってる間に私のところに帰ってこない、私がもちろん返してって言えば必ず返したと思うんだけど、もうこっちもそれどころじゃなくていろんなことが回ってたでしょ。でついにどっかなくなっちゃったんですよね。だからその2つが今でもね残念だなっていうふうに思ってますけど、デザイナーだったら1年2回春夏秋冬と1年2回この新作の発表をねしなきゃいけない。ちょうどホテル大谷がオリンピックのために割合大きなサロンを作った時だったんですよね。あれ借りたらちょうどいいショーができるということで、やった時にタイトルどうしようかなと思って、日本の結婚式って本当に個性的ではない、結婚式とはこういうものっていう形があって、それでその順番に沿って余分なことをしないっていう形だった。その頃はねスレンダーなんていうのは全然なくて、スカートは広がってます、それで大袖は必ず長い袖ついてて、
そうだ、襟ぐりだけがその方の顔立ちに合わせて丸にするか四角にするかねっていうふうなこう感じだったわけですよね。それに対してショートの丈の短いウェディングもあるんですよ、それから色のついたウェディングドレスもあるんですっていうことで、そのためにはこの着る人それぞれ個性的な人を選ばなきゃいけないと思って、一番先に口説いたのはこのここの栄美子さんっていう、あのとってもこうその当時可愛らしい丈の短いねショートのウェディングドレスで、いかにもなんていうの ロマンティックな形で着せてみたかったんですよね。で OK を取って、30歳ぐらいのあるいは30、40になった時の結婚式行ったらこういうもんだろうなって思うじゃないですか。だそういうものを並べたわけなんですね。大体マスコミがブライダルという言葉を知らなかったわけでしょ。それでしかもこれだけ7人揃えたらやっぱりもう全部来ましたよね。まず翌日の、まあ、新聞に出るほどのあれではないけど雑誌にはもうほとんどこう出ましたしね。こういうことをやってるところがなかったわけですから、一般の人にしてみたらショックだったと思うんですよね。どこの国でもその国の経済状態が上向きになってくると、一番最初に贅沢になり華やかになるのが結婚式なんですね。つまり両家のお母さんたちが自分たちの時にはあれもやりたいこれもやりたいって思ったのができなかった、うん、だからせめて娘や息子の時は、うん、絶対にやらせてやるんだっていうことで、まあ、ある程度のお金を出すっていうことに今とちょっと違いますよね。私が仕事を始めた1965年の時は一着しか着なかったお嫁さんがね、つまり振袖を着るかこのウェディングドレスを着るかってなった時に、さっき申し上げたようにお母さんたちお姑さんが特にね反対をした。一番感じたのはウェディングドレスを着せるのに反対するっていうのは大体花婿さんのお母様なんですね。お姑さんがその日本人の結婚式でその安っぽいもの着ないでくださいよとか、ウェディングドレスは安っぽいという感じ、まあそうかもしれないでしょうね。あれだけの打ち掛けの手間暇かけた友禅のねものに比べたら、一般的に言うと日本の婚礼っていうのは、まあ、貸し衣装屋さんっていうのが全国にこうあって、で着物をこう貸してたわけでしょ。だから私がこの仕事始めた頃にちょっと面白かったのは、花婿さんはみんなモーニングコートを着てたんですよ。で花婿さんはモーニングを着て、お嫁さんは黒古い袖を着てるのね、お色直しはない。だからもう私一番最初にこの仕事始めた時にあれはおかしいですよとね、お婿さんがモーニング着たんならウェディングドレスを着た方がいいし、お嫁さんが打ち掛けを着たいんだったら花婿さんも紋付きをね着てくださらないとって、それを合わせましょうよっていう、そこから言い始めたわけですけど、だからそういう基本的なことでも随分努力をしましたよね。ですから65年の正月に店を開いて、そしてそれから3年かけて本を書いて、ブライダルブックっていう日本で初めてのブライダルの専門書ですよね、うん、だからウェディングドレスっていうのはギリシャローマ時代からあったわけだけど、それはどういう変遷をしてて今日になったかっていうことだとか、それからそのしきたりね、どういうふうに違うかっていうことだとか、型紙の取り方、それから縫製の仕方まで書いてね、いまだにあれだけ総合的に書いたものっていうのはないんじゃないかとは思いますけどもね。これですけどね。実際私は仕事始めるときに各女子大でアンケートを取ってみたんですよ。そしたら大体 40% の人がウェディングドレスを着たいって言ってるわけなんですね。
だけど実際にはそういうわけで散髪の人はいなかった。それまでだから俺直しっていうことがなかったんですよ、日本に。で業界が考えてっていうのはやっぱり江戸時代にお色直しがあって、つまり嫁ぐ時は白むくね、白むくで嫁ぐと。そのうちのお母様が用意した衣装に3日目に白むくじゃなくてお色直しの着物に取り替えてご披露をしたと。でそれをやろうじゃないか。それでお嬢さんたちに打ち掛けで結婚式をやりましょう。それでご披露宴でね、華やかな振り袖に着替えたらどうですか、2着着たらどうですか、その提案をしたんです。だからもちろんそれ賛成した人もいたけど、大半の人は何て言ったか、2着着られるんだったら上でドレス着たいわよ、ね、今までは結婚式ってのは1着だったから着物にするかドレスにするかどっちかしかなかったのに、2着着ていいんだったら俺は片っぽが着物で片っぽがドレスが一番いいというふうなことを言い出したわけね。貸衣装屋さんたちが考えた打ち掛けで結婚式やって、振り袖でお色直しに着せようと思った。でその通りになった人もいるけども、後からその白いドレスを着る、そんな 3% しか着る人いなかったのがどんどん増えてったっていうことになるんですね。そのニューヨークのショーというのも1981年だったんですね。